いや今日はほんと寒い、風も強くてメダカさんたちもこんな状態。なんか隠れ家を与えたいね、このメダカさんたちに。山本オロチ、どうもこんにちは、山本オロチです。今日はほんと寒い、今日の水温は15度です。あ、でも15度あるんですね。もうちょっと低いかなと思ったんですが、15度ありますね。この寒さでメダカさんたちを見てるとかわいそうで、ちょっと隠れ家を与えたいなと思いまして、急いでダイソーに行ってきました。そして今回僕が買った商品はこちら、ダイソーから販売されておりますアクアリウムオーナメント、水槽にも使える置物テラコッタ、価格はもちろん100円、税込み110円です。こんな感じですね、穴が3箇所開いてる隠れ家です。アクアリウムオーナメント、水槽にも使える置物テラコッタ A。 使用上の注意、本品は観賞魚用アクセサリーです。表面に苔などが付着した場合は柔らかいブラシなので汚れをそっと落としてください。使用する前に水洗いしてください。本品の中に入って出られなくなる恐れのある観賞魚に使用しないでください。テーブルの上で引きずらないでください。落としたりぶつけたりしないでください。乳幼児の手の届かないところで使用保管してください。破損した場合直ちに使用中止してくださいとのことです。こちら材質は陶器で、落としたりしたら割れてしまうような材質です。そしてこの穴も3つあるんですが、あんまり大きい魚だと ここから出れなくなってしまうこともあるかもしれないです。では使う前にしっかり水洗いしていきます。ほんとこれあれですね、落としたら割れてしまうような感じですね。なんで取り扱いには注意した方がいいかもしれないですね。あと多分これ水槽とかに入れてたら多分苔が生えてしまうんじゃないかなっていうような感じですね。これでね、隠れ家として使ってもらえればいいんですが、どうですかね。ちょっとでも狭いかな、どうなんだろう。まあでも試しにやってみたいと思います。それでは入れてみたいと思います。もう今はね、あそこの赤玉土の上でみんな休んでというか隠れてるようになってるんですがね、これをね入れていきます。結構重みもあるんで浮くことなくしっかりそこに行きますね。こんな感じです。お、ちょっと興味が何あったのかな、ちょっと出てきましたね、メダカさんたちが。どうですかね、ちょっと警戒してますね。多分メダカはねしっかり目で見てるんでね、警戒してるんだと思います。ちょっとね時間を置いてからまた入ってるかどうか、隠れ家に入ってるかどうか見に行きたいと思います。それではちょっと時間を置いて見たいと思います。はい、ではちょっと夜になってしまったんですが見に来ました。入ってる様子はないです。全くないですね。ずっと同じところにいますね。全部数を数えたんですがメダカさんたちは入ってません。なぜですかね、入ってないですね。全然隠れ家になってないですよね。とりあえずもう一日だけ次の夜も見てみたいと思います。はい、次の日の夜も入ってないですね。隠れ家としては不人気みたいですね。まあこれからねもしかしたら活用することもあるかもしれないんですが、今はこの状態はね本当邪魔な置物って感じですよね。まあ興味のある人はね買ってみてもいいんじゃないかなというような感じですね。ということで今日の動画はここまでとなります。今日の動画は隠れ家としてこちらを買ってみたんですが全然隠れねえじゃんという動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではバイ。